ちなみに来シーズンは僕がいる。俺のリップにしてるやつ本当に全員頭悪すぎ、悪すぎ、全員頭悪いです。バーンバーンバーンバーバーバーンバーバーバーンバー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 ン。なんだ？ステインデイダズのデュオが漁ってたところをケンタチャンネルが半分漁ることになり、リズアートがケンタチャンネルのところに降りようとした。だけどリズアートはヒートでステインたちにコーチングしてもらったのに、そこに降りるのは違うだろってなった。正直マジツイッターの喧嘩マジガキの喧嘩すぎて俺笑ったもん。なんなん降りるとこなんてみんな適当に降りろ。ブレイキングダウン出てください。あ、俺あのサトルとマブダチだよ。でもあいつなんか今ブラジルかどっかに逃げてるから、サトルと戦いてえなって思ってたんだけど。あとあの弾くポップコーン教えたの俺、あれ俺がサトルに教えたんだよ。弾くポップコーン両手狙いよ、掴む成功、弾くポップコーン。本当にやり合うのこれ。今日はやり合うってのを聞いてきたんですけど。おお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 、ここじゃないのリザートたち。え、大丈夫なこれ、かっきり入れられたけど。おお、変えてるんだ場所。リズアートがトレンドに入ってて何かなって思ってリズアートってエゴサしたら全部なんか、リズアートマジ意味わかんねえ、筋通ってない、リズアートさんの場所なんだからどけよ。子供みたいなやつを子供がかばってるっていう地獄絵図みたいなツイートが出てきてちょっとドン引きしちゃったんだよね。なんだあれ、なんか今すごいの飛んでなかった、なんだ今の。さあ移動していきます。うまいね。おお、懐かしいこの感じ。味方がやられている。さあワイルドホーク1キル取りました。さあ浜でもう一度移動。あー痛い、合わせられてしまった。さあ目の前の敵を倒せない。3位。さあザゴーとペポが戦っている。さあ 1v2 です。あ惜しい、109ダメージ強い。さあ世界大会に出場したザコー選手。さあ 1v2 倒すことは難しい。ティンカーベルがまずは1試合目優勝です。また初動争ってんじゃん。もうやめようよ、初動戦わないでよ。さあまず1人倒して、さあリザートハンドガンで当てた。さあ割っていく、あった、これはナイトルがやられてしまった。ナイトルじゃねえ、 SS がやられてしまった。さあリザート勝てるか、 1v1。 さあどっちが勝つか。うわー、後ろから狙われてリザートがやられてしまった。さあということで始まりました終盤です。味方のネイカーは死んでしまった。おっと、ここはショットガンで飛ぶ瞬間をゲッチュッチュ。後ろからこんにちは、コヨボットを。さあ A2 コヨボット倒されてしまう。かっきり入れてブッシュを回復だ。さあここはショットガンでやられてしまう。さあ資材を取ってショットガン打って、さあ一発80ダメージ。さあどうだろう、あーっとここはリアム亀シシネさんが取っていく。 1v2 クラッティ、おめでとうございます。よう、フィグルシャー、よう見てるか。ちょっと見てたよ。なんでリズアートってあんなちっちゃいとこに降りてんのマフィン。なんで強いとこにかぶせないで弱いとこで行ってんのかよくわかんないけど俺と同じ意見で草あ、そうだよねやっぱ。だってね、取れたところで美味しくないもんね。だったら取れたら美味しいとこに行った方がいいと思うんだ俺は。いやそれはそう。で取れなくてもね、ちょっとは美味しいじゃんね、逃げれば。最悪逃げればいいし、かぶせて炎上恐れてるなら大丈夫、俺が擁護するリズアート。行け、リズアートかどこ降りよっかなってつぶやいてんの僕めっちゃ面白くて笑っちゃったもんな。あいつあれ圧だからな、来たらどうなるか分かってるよなみたいな顔してツイートするから。あれだよね、でもあんまジョイズでは変わってない。そう、半年前俺が見た時と同じ名前の人いっぱいいる。ちなみに来シーズンは僕がいる。
何回目でお前フォートナイト、もう3回ぐらい原点回帰してない、ね、ここ初出しそれ、うんうん、お前どんな場所で言ってくれとんの。ちょっと配信で匂わせるぐらいだったけど、確定しました、マフィンがやるらしい。まあでも今日は期待してんだけどね。今日は言われたからな、リザートにずっと見ててねって言われたからな。こいつが生きてる間はリザートを見ないといけない。うぅ、ウィッケシーは、ウィッケシーは2位、ウィッケシー見ようよ。僕が一番1位取ると思ってます。こいつもずっといるよな、昔から強いよな。残り資材2枚、目の前いる。これワンチャン噛み合ったら倒せるぞ。あ、近いから来てる、当てて、おおー、やっていくが、味方が死んじゃった。起こせんじゃねえワンチャン、起こすかな、これ起こせんじゃねえ、起こすの、起こし切る、さあカウンターが怖い、うおい、さあウィッケシー怖い、一度ジャンプ上に登って、味方が死んでいる、 1v2、 目の前はザゴー、さあさすがに HP、 20HP、 シード、あー外しちゃった、強っ。さあザゴーたち、これ2回目、いや違うな、211ポイント。でもワンパかぶった時点でこれもうダメージ大根の、あこれ多分足音聞こえなかったんだろうなんか、お一瞬で終わったって。リザードのツイート見てみようぜ、なんか言ってる、なんか言ってるね、大暴れしてます一応。初動きついわ、はあ、リザードって検索すると炎上が出てくるんだけど俺なんかリツイートしてるって、そもそもグリーフってグリーファー、他のプレイヤーに嫌がらせする人っていう意味から来てると思うんですけど、大会中に1位の人に最下位とか順位の低い人が悪意を持って初動かぶせたりするのはグリーフって言われてもしょうがないけど、大会始まる前からグリーフとか言ってたらどうしようもないよね。初動かぶせるのって悪いことなんですか。たくさん誹謗中傷されるんですけど、フォートナイトのミント下がった気がします気にすんなリザート。よリザートさんじゃん、リザートじゃん。待って、ちょっと言いますね、俺たち初動変える。いや、お前、ちょっと僕がお前にアドバイスするなら、クソ強いとこ降りよ。そう言うと思うけど、みんなダブレキしてくんの絶対、まずダブレキしてくんじゃん。で、あと街の理解度も全然違うじゃん、今空いてる時間に。いや、わかるよ、それはわかるけど、俺はちょっと初動変える。で、あそこの街降りた理由が、なんか中途1位取っててめっちゃ強かったの、武士。そう、で、しかも 50-50 だから、まあ、効果極めるのは勝てるかなと思ったんだけど、まあ、そうはいかなくて。で、あと、玉あんな来ると思わなかったんだよね、グランドファイナルの。いやのところだな、さすがに。そう、きつかった。一つ言っていいですか、俺のリップにしてるやつ本当に全員頭悪すぎ、悪すぎ、全員頭悪いです全員頭ポカポカなんです、本当に。頑張って頑張ってね、頑張りますえ、お前この試合終わるまでいるつもりかお前あ、すいません、失礼します。はーいらしいよ、みんな頭ポカポカらしいよ。すごい急に、なんだよあんな言い訳ってかちょっとやめてよ言い訳じゃないでしょ、なんでそんなこと言うの。気にせずでね、やってもらっていいんですけどね、気にしないで。まあでもなんか焦ってる時のリザートの声だったなそれはそう、焦りは伝わって、焦りは伝わった。今見てる7000人のみんなは遠目でこうやって見てるんだよ、こうやって。それが一番かっこいいんだから、お前こうやって。俺はそっち側になったぞ、もう。一応僕も今そっち側やる腕組みながら見てます。そう、腕組みながら見た後の意見もわかる、どっちの意見もわかる。腕組み後方支援組になるんだ一番安全なんだから。さあザゴーが一人じゃん、一人で上で、さあ倒そうとしてる。めちゃめちゃいいな場所。さあ 1v1 か、これ 1v1 だね。さあ上が、わー、やば、ハンドガン削れすぎ、2連続ビクロイザゴーです。すげー強っ、強いね。さあでも皆さん、次はリザートが効果を変えるって言ってましたからね。ちょっとだけ、すいません皆さん、ちょっとリザートチェック入りますリザートさん初動引いてくれるし嬉しい、うっそー、いくよーんみんなもね、腕組み後方支援さんだからね、みんな一番偉い、腕組み後方支援が。グランドファイナル盛り上げてます、リザートさんが。でも一番だいぶあいつが一番、ね、一番盛り上げてるね。皆さん、公式では絶対にツイッターなんて触れませんからね、ここはもう触れていきます。そういうのに公式配信ができないようなことをやっぱやっていくのがアリケンの FNCS と昔から言われてるのでね、リザートさんのツイッターチェックはね、逐一やっていきたいと思います。いやいや、お前ちょっと待って、おっと、目の前にワイルドホークがいるぞなんだ、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 おっと、これはどこに行ってるんだ。さあリザート、どこに檻をかぶせてんだ、これは。なんか当たってない、これは誰、どれだ、どれにかぶせてるんだ。どう考えても目の前にいるやつらだろ、これ。かぶせてるね、これ完全にいいね、そういうの求めてましたよ。あー、ちょっと、折り方分かってるぞこいつ。なんか迷ってないか、どこだここは。あ
あっ、すっごい。あまあまあまあ、でもさっきのところで戦うよりかね、ワンバイワン、ちょっとワンバイワンだよね。さあ一発当てて、すごい、頑張れ。あっ、あっ、あっ、これは、ああ、いや、でもなんかこっちの方がワンチャンあったよ。そう、こっちの方が、いや、待て、なんか始まってない、またちょっと待って、あ、ちょっと待って、ワイルドホークがあれ、あれで来ちゃった。まあ、漁夫は来るわな。ちょっとかわいそう、かわいそうだし、まあ、やっぱこれを見るからね、やっぱかぶせられた人かわいそうってなるのはわかるわ。そうなんだよね、ちょっとこれリザートが一番かわいそうだ。どうしようもできないの、これリザートあれだろ、これかぶせた挙句負けて、かぶせて最低って言われるんだろ、もう八方塞がりやんけ。リザート何しても積んでない、どこ降りてもこれギョッくるじゃん。マップが狭いから多分こうなっちゃってるんだよ。さあ、これはね、これね、リザート悪くない、ね、お前頑張った。そうね、こんにちは。いや、お前来んなよ、お前、お前マジで。次どこ降りようかな次どこ降りようかな。何、お前悪くない、悪くないよね、お前悪くないから、うん、次どこ見よっかな投票します。はい、皆さん、うん、おかしくなっちゃってます。それは良くない、リザートダメだよ、お前あいつおかしくなっちゃったよ。いや、でもちょっとかわいそうじゃない、どこ降りても漁夫が来るのはちょっとね。まあ降りる場所がないっていうのはかわいそうだけど、もうなんかもう全部かわいそう。一番おいしい思いをしてるのはワイルドホーク、ワイホーが悪い。いや、まあ我々はもうノーコメントですよ。はい、これ、まあ、勝手にリザートが入ってきてるだけですよ、ね、そうです。僕は何も言ってません。呼んでません、入ってこいと。しゃあないけど、良くない方に振り切ってて腐ってコメントがそれはそう、それはそうだよ。それはそう、なので我々は後方腕組み支援です。はい、まあナイストライだよね。ここまで来たらいろんなとこトライするしかないんじゃないかな。次で流れ掴んだ街があったら、そこで降り続けてワンチャン。おい、マジで見え方悪すぎるって、リザートのムーブ。まあね、あれは言わなければ、そう、言わなければいいけども、ちょっとただかわいそうな人にはなるけど、なんで言いにくんねん、あいつ。あいつ言いにくて投票しようとしてんだもん。来んなよこっちに、ほんとになんか僕らが被害受けてます。そうだよ、あの言い方はダメだな、プロとしてな。さすがにそこは俺もいけいけとはなりませんでした。はい、まだ諦めないでほしくはある。ツイートしてるよ、もう見たくない。もう見ないでおこうよ。ちょっとだけ、じゃあもう反応読まないけど、反応だけ見て俺のまあでもこれは、それはそうなんだ、しょうがない。そうなんだけど、てかこれマップが小さいせいで、多分やりやすい中性で寄ってくるんだよな、今のも多分それだったね。だから多分かぶせたくないんだろうな、みんな。現状1位誰、ありがとうございます、そのコメント。さあ、それでは FNCS 現状1位の人を見てみましょう。現在1位はザゴー選手のチームです。さあ、ペポザゴーが1位で、現在292ポイント2位と50ポイントの差をつけて現在1位ですと。さあ、自分の道を作っている、目の前にはフレダー、ハンマーですぐ、うわーうわー削れる。さあ、武勇さんを倒して、これは戻っていく、ワイルドホーク。さあ、目の前にいるが、ここはうわー遮蔽物がなくなったところを行かれてしまった。さあ、ネイカー、ここはさあ、ザゴーしかしやられた。ネイカーもやられて、ね、アルバユマ。さあ、空中バトルすごい、どっちかず、おおアルバユマが倒して242ポイント獲得、おめでとうございます。気持ちいい勝ち方したな。100ポイント差、ザゴーペポ最強じゃないですか。え、てかワイルドオークたち2位じゃん、頑張ってくれ、頑張れリザート。最後、うん、同じところか、同じだね。まあでもなんか分け合って終わりそうな感じするねそれだったらそれでいいんじゃない。さあ、アリスたちが攻めてきます。あ、さあやられてしまいました。ちょっと反応がむずいわ、どんな顔していいかわかんない。ワイルドホークはグランドファイナル1位、1位やっと、もうありえます。万年2位のこのペポを倒せれば。さあ、ペポの HP がロー。さあ、階段が置かれてる、逃げるのうまいな、うますぎるペポが。さあ、見つけていく。さあ、アルバのタイヤを倒せれば2位になれるが、これはワイルドホーク倒して2位を取っていく。さあ、まだワンチャンビクロイの線はあるが、2対1、戻って、いや飛びすぎてしまった。さあ、ここ止まって頑張れ。あー、しかし3、4位から2位まで上げました。最終ラウンド、アリスたちのチームがビクロリーです。おめでとうございます。さあ、1位ザゴーたちが2位、でもワイルドホーク2位じゃん、ワイルドホーク2位じゃん、ワイルドホークたちに108ポイントかなの差をつけて、108、まあこれは追いかけるの
しんどいな明日。まあ明日次第かな。1日目16ポイントでした。切り替えて明日頑張ります。作戦考えるぞ。お、えらい、頑張れリザート頑張れ。ということで明日もね、我々は、リザート君をね応援していきたいと思います。それじゃあ皆さん、今日はこの辺で配信を終わりにしたいと思います。それじゃあ皆さん、また明日、バイバイ。チャンネル登録してね。